主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれきね、第146回目です。146。さあ、何、美術館に行ってきたんですよ先日。どこの？愛知県立美術館っていうところで。あ、はい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 。ちょっとゴールデンウィークの時の話なんだけどね、もう2ヶ月前の話なんですけれども、はあ、あの黄金伝説っていう特別展をやってたんですよ。黄金。で、ギリシャ、オリエントとかヘレニズム文化の方なんか回ってるやつだよね。ずっとはんテレビで見た。その頃の古代ヨーロッパの、まあ、黄金の品々、ローマ帝国とかのこうどういう風にどんなアクセサリーが作られたりとかっていうのをね、あの展示会見てきたんですよ。まあ、最初から最後まで金ピカピンで、そりゃ黄金を銘打ってんでしょ、うん、で、あ、これ素敵だなって思うのから、うん、なんじゃこれやって思うのもいろいろあったんですよ、うん、で、まあ楽しく見てきたんですね、うん、で、ああいう博物館とか美術館とか行く特別展見に行くと常設展も一緒に見れるじゃないですか。もともとあったんですね、うん、で、それで常設展も、まあ、もちろんついでに見てきたんですけど、うん、もうずっと金を見てきたわけでしょさっきまで、うん、その後になんか日本画とか、ほうほうほう、素朴な雰囲気のものを見るとものすごく貧しく見えて。貧しく見えるなんか見劣りして。いや、いいじゃん、心洗われるじゃないですか。全然なんか金が目に焼き付いてなんか何も素敵も思わずもうさーって見て帰ってきちゃって。ああ、逆にしたらよかったね。そうなんだよでね、なんかその時常設展みたいなとこで見たのも、まあ現代アートの作品なんかもあって、なんか意味不明な、これ何の意味があるのみたいな、理解できないような言い方とか、ああ、こう抽象画っていうか、うん、なんか展示されてて、どれ一つね、これ家に飾りたいなって思うものがなかった。あ、そう、うん、本当に美術の目がないんだなケリーさんはと思う。残念ですねやっぱ金が似合うんですねはい、さあ、今日はですね、甲冑、鎧、兜のね、うん、こう付け方についていきなり、はい、学んでみようと思うんです、うん、というのはですね、まあお城なんかね、こう見に行くと、まあ、昔のものが展示されてるじゃないですか、うん、お城の中なんかにね。で、そこに鎧兜が置いてあったらデーンって、うん、でそれね、改めてしげしげと見ていくとですね、まあ思ったよりでかいなって思ったのと、うん、で鎖片びらっていうのかな、あ、なんかそんなんでなんかできてたりしてゴテゴテしてて、うん、重そうだな思うでしょうね、うん、でこれってどうやってつけてるんだろうっていうのは意外と知らないので、うん、なんかそれを見てて興味が湧いてきたのでこのテーマを持ってきたんです。それはまあ知らんでしょうね、うん、水月さんは鎧はつけたことあります？いやー、兜はなんか着たことあるけど、体験なんとかみたいな、あ、写真撮れるとかあるじゃん、お城で、うん、下はないね。あ、頭かぼってやつだけど、兜だけ、うん、鎧はない、うん、なんかお祭りの武者大名行列とか、あ、ないね、うん、なんか変な、変なやつは来たことあるけど、変なの、なんだっけ、公家さんみたいな、あ、狩り犬か、そうなんですね、うん、じゃあね、中にはね鎧マニアの方も
ああ今ねこういうのは流行りですもんね、うん、やはり刀だ鎧だってね、あの現在のねあの映画やドラマ時代劇なんかの鎧兜は随分細工されて軽く、ああそうでしょうね、別に実践じゃないんだし、うんうん、ね、で実際のね着方というねこう資料っていうのもあって、でこれはもう江戸時代の頃には、うん、鎧の鎧兜のこう着方という本が売られてたですって。あ、まあ、幕末にねそのなんだっけ、まあ、江戸時代を通しては、まあ、実際着るような必要性はないわけで、うん、平和な体験ないしね、うん、鎧なんか結構売っ払った人が武士でも多かったっていうけど、はあ、まあ、幕末になっていよいよ戦争が始まるっていう時に、まあまあ、まず鎧がないし大急ぎで買ってきて、うん、で着方も分かんないしっていうんで、まあ、こういう本が流行ったみたいですね、うん、あそのペリ黒船が来た頃、まあまあね、ペリーからまあ幕末いろいろ戦いがあるし、ああそういうもんなんだ、うん、そっか、じゃあ今の若い子が黒電話渡されても電話のかけ方どうすんのって分かんないように、ね、こう当時のお武家さんも、そうそうそう、鎧びつっていう、まあ、こういう箱に入ってんだけども、中身売っ払ってるから、うん、空っぽなの、そうそう、で、まあ、武士はやっぱりほら旅行とか、まあ、勤務に赴くときは一応鎧を持ってかないといけないけど、実際は着ないの、入ってないし、重しで石入れて、まあ、誰かに担がせて、で帰りはお土産入れるのに、まあ、みんな重宝したってなことが書いてありますね。そうなのね、うん、じゃあ今からちょっと僕たちが見てこのはそういう本に書かれているのがまあベースだと思います、はい、うん、じゃあですね、いっぱい手順があるので、うん、早速見ていきましょうか、うん、はい、まず最初はですね、裸になって胸当てのある越中ふんどしをつける、うん、こんなとこから始まるんですね。そうですね。これ下着ゼロ、まあまあ下着ですね。スポンポンの状態からまずパンツをつけるわけですよね。うん、はい。こんなのも書かなきゃ分かんないの当時の。それは一応分かんないんじゃない。どうせ裸につけるのかな、うん、みたいな。でもこれ胸当てのある越中ふんどしって変わってますね。これは多分鎧着用用のやつなんでしょうね、うん、普通前にペロンって垂らしちゃうよ ね、ベロベラって、うん、いわゆる T 字体なんて、うん、ああそうか、うん、お医者さんのねあの病気の時、うん、はい、越中ふんどしですが、普通あのベロンってなってるのが下から回して前で垂らすやつが、垂らさずに上に胸のところにやってこう首にかけるみたいな、ね、かけられる、ね、輪っかがついてるね、うん、ここからこれさ、もうさ、おトイレの時どうすんだろうね、こんな。いやもう洗浄じゃ無理でしょ、うんこもおしっこもしないの。いや出す、そのままやるしかないでしょ。脱粉なの。そらそうでしょ、そんなのいちいち脱いでたら。そうだよね、これからいっぱい身につけていくのを見てると、そうおトイレ行けないでしょ、うん、でもこれそもそもふんどしの時点でもうダメなんですね、うん、これ越中ふんどしじゃないとダメなの、うん、いやまあ当時はもっぱら下着といえばふんどしなんじゃないの。ふんどしだけどほら六尺ふんどし、ああ長いやつとかあるじゃない。まあね、どうなんだろう、まあ、とりあえず下着をつけろってとこから、ね、まあまあまあ一応ノーパンはダメなわけですね、うん、はい、2番目、下着と小袴、うん、を履く。小袴、下着っておパンティーとかおパンツのことじゃなくて、うん、なんて言うかな、この口、衣辺に親、親ですね。でこれで下って読む、まあなんか特別な字ですね。で、下着の着は衣ですね、うん、と袴のちっちゃいの小袴、膝までの、うん、あ、パンパンみたいな、うん、ハーフパンツ、うん、ハーフ袴ですね。そうそうそ う, そう、うんうん、で下着っていうのはこれ 上の方、上の、そうですね、上の、なんだろう、これもまあ袖の短い浴衣みたいな、
あれだね、薄いもんでしょ。柔道のとか空手とか、ね、あ柔道着っぽいね、確かに。あでももっと多分薄いもんでしょうね。あ薄いでしょうけど、うん、イメージ的に あれだね、ジンベエだね。ジンベエさん、うんうんうん、いわゆるジンベエみたいなのを、うん、まあそうかな、つけてるようなあパッと見ですよ。そうね、うんうん、これでいわゆるパンツ履いて、ああ T シャツ、うちにシャツ、インナーシャツと、うん、顔に今つけた状態。そうですね、一応まあなんか下着が終わったって感じですね、うんうん、はい。続いてこれつけたら足袋を履き、わらじをつける。わらじをつける。うん。わら、そうか、わらじか。ブーツとかじゃないんだ、ね。ブーツはね。普通の、まあ、足袋は今も昔も、うん。足袋ですよね。そうやね。あの、靴下だよね、うん、昔の。わらじってあれ、草履でしょ？そうそうそう。わらであんだ。草履履くの？草履はほら。あのなんていうの、突っかけるだけじゃん、うん、わらじは要するに紐で足にギュッとこう結びつけるっていうか。わらじとわら草履って違うの？草履はほらあの突っかけ上だけでしょ、うんうんうん、わらじはだからここにあるようにあの穴がなんだっけ、だから足が抜けないようにわらの紐で、そう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 、後ろから結んで、そうそう、靴紐みたいにギュッて。そうなんだ、うん、わらじもわらぞりも一緒だと思う。いやいや、だって戦場でスボって抜けるでしょ、うん、まあ旅、ね、旅とかする人でもそうでしょ、わらじは、うん、あちょっと混同してましたね、うん、なるほど、はいはいはい、ね、先に靴履くんだね。いやね、まあ多分鎧つけたらもうかがんでっていうのは無理なんでしょうね。ああなるほどね、はい。でわらじ、旅とわらじをつけたら、次が、何これ、キャハン。キャハンまたは幅木って書いてある。幅木、うん、これは何ですか？すねっていうじゃね、すねに布、布っていうか、あ、まあ、は、なんだろう、金っていう字。す、うん、何、いわゆるロングソックスみたいになってくるのね。違うな、だね、キャハンは分かるでしょ、このスパッツってやつですよ。ここに布、ここじゃない状態なんだっけ、ももも膝の下に、膝から下なんていうんだっけ、すね、あ、すねか、すねに当てるこう布ですよ。で足を布でくるむのね。そう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 、うん、でその上からすね当てをつけるの。すね当て、これがまあ要するに初めてあれじゃない、足の鎧ですね、鎧っぽい、うん、防具、防具っていうか、足から整えていくんだ。そうやね、多分下はもう植え付けちゃうと無理なんでしょうね、うん、後からっていう。なるほどね、うん、これさ、今なんかゴムとかってさ、ああなんか簡単だけど、そうそうそう、これも紐で結んで全部ね、その伸縮性のある素材ってないからね。ねえ、なんか結び目だらけになるしね、もうこの時点でもう、うん、ほらほら、でもはい、これで一応だから足の用意はできたって感じなんだね。これだけ足、足はね、うん、まあ膝から下か、うん、はい、じゃあ次いくよ、うん、次5番目の手順は灰立てを膝の上に立てて前で結ぶ、うん、灰立てって何ですか？灰立てはこのなんだっけ、太ももを守る防具かね。あ、エプロンみたいなやつ。そうそう、腰から下げてあの、うん、だって足の前にこうぶら下がる感じ。ああはあはあはあ、だから これちょっとあ図で見るとこれ前だけ。前だけですね。後ろはないんだ。お尻は。後ろはあの上の鎧のとこにビラビラってつくでしょ。スカートみたいな。また別なんだね。うん、そうすると前、足の前側。前ですね。太ももの前を守る道具かな。
これだけだったらちょっとおちんちんとか守るのは心細くないの？だからこの上にほら甲冑着て前にあるから、まだ、あ、まだ、うん、あ、な、まだいいのね。そうそうそう、まだ上上半身は何もないでしょ。前掛けをつけるわけですね。前掛け、まあまあ、あの、うん、防具のね、はい、うん、はい、これを這い立て、這い立てで腰で紐で腰に紐でくくってるわけですか、うん、そうですね、うん、まさにエプロンっぽく、うん、はい、続いて目がけ、湯がけ、あ、湯がけか、うん、湯がけ、何袋っていうのこれ、いで袋、皮でしょうね、皮、これ、うん、皮袋、革手袋、革手袋、うん、革手袋、うんと、を右手からつける、うん、手袋ですね、うん、これ右からじゃないとダメなの、この何なんだろうね、なんかあんのかしら、やっぱこれマナーなのかな、あ、小笠原流なのかな、いろいろあんのかね、うん、手袋って自分どっちからつけるんだろう、ああ、そんなの意識したことないですね、考えないけどね、この手袋は、手袋って言ってたらダメだね、湯がけは革手袋とも言うそうですが、うん、革でできてるってことですか、そうそうそう、革でできてて、まあ結構なんていうの、深い、なんていうの、長い肘ぐらいになるの、肘まではないのかな、うん、じゃない、こっから先腕だけで、手だけじゃなくて結構お勝手に使う、あ、そうそう、お母さんのゴム手袋みたいな感じで結構長めなんですね、うん、湯がけってもともと弓がけ、要するに弓を引くときに、うん、こうつるとか当たると、うん、痛いじゃん、ピンとか、痛いの、痛いらしいよ、あ、紐こうやってパッと離したら、まあ、ここはすったりビヨンってなるのを守るために、まあ、ちょっと深めのつる引っ張るのも重い、痛いじゃん、こう指だと、うんうん、じゃあ弓道してる人って素手でやってない、なんかつけてるやん、手袋つけてる、手袋、革の手袋みたいな、そうですか、うん、痛いんだ、僕、うん、アーチェリーしかやったことない、ああ、それは素手でやんの、うん、素手でやった、あ、そう、で、あのね、そういうさ、弓道でもアーチェリーでも、うん、向こうに的があってさ、うん、で競技とか練習するとこで並んでるじゃない、うん、で僕あの目が悪い中でもあの斜視って言って、うん、あの右目と左目の視点がちょっと合わないんですよ、うん、でそれが合わないからピント合わしづらいから、うん、片目つぶって、うん、自分でここだって的を見て、うん、あの狙うんだけど自分が打たなきゃいけない的の隣打ってるのいつも。で？だからそのどれがもう自分の打つのか勘違いしちゃって自分のまっすぐなんじゃなくて右5度向こうの的に当ててあ真ん中当たったって喜んでたらお隣さんだった。それは正面を狙ったらってこと？狙ってるつもりで見てたらもう僕の目がおかしいもんで、うん、隣打っててという思い出があるの。はあ、うん、見えるって大事だよ。そりゃそうでしょ、うん、はい、手袋つけました、うん、で、次はコテをつけます、うん、コテってあの剣道で使ういうコテ、なまさにそうですね、手を守る腕の鎧、うん、腕から手の甲にかけてある、うんうん、これ図を見るとすごい肩までありますね、うん、そうやね、近世のコテは江戸時代のコテは胴の肩上げにつけてあるどういうことだ、うん、鎧のここの、うん、ここにもうひっついてる、あ、なるほど、ここじゃ分かんないんだよね、ワンピース状態の、ね、あ、そう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 、鎧のその腕を入れるところにもそれが付属してるからじゃあそれを先につけなくても鎧を着るときに一緒に、あ、ワンピースタイプの方は、しなくていいけど、まあ、バラバラのタイプの方は、
うん、この7番目の工程でコテをつけるわけですね。うん、どんどんなんか鎧らしくコテコテしてきましたね。はい、続いて、マンチラをつける、うん、なんかちょっといやらしい言葉ですね。マンチラは多分これもともとマントとかそのヨーロッパの言葉を多分漢字当てたんだと思うけどね。あ、うん、マント、うん、これをだからまあ平安時代とかはなかったんじゃない、その戦国以降に入ってきたマントっぽいのこれ、マンチラ。ちなみにマンチラってね、あの満州の満に、うん、知恵の知、知恵の知ラですね、アシュラのラでマンチラですね、うん、当て字でしょうね。マンチラなんだろう、絵を見る限りベストみたいな、ね、そうやね、チョッキみたいな短めの、まあ一応薄い防具って感じだね。うん、なんか何つうの、お腹を隠すんじゃなく胸、上半身ですね、胸から上を、うん、守るようなベスト、鎧の下に、まあ、もう一枚つけとくって感じの、うん、あと脇の下の隙間に当てるのが脇引き、脇引き、これね、脇パッド、汗脇パッド、そうそうそう、ここが開くから、ここじゃ分かるな脇の下が開くから、うん、ここって一番急所じゃん、刺されたら、そこそこ死んじゃうでしょ、うんうん、だここにぶら下げる、肩からこう板を、肩から紐通してこの脇の下に板をこう当てる、はあ、挟むんだ、挟んでるようなのがあるんだ、うん、こんなのつける、じゃあこれ両脇につけるの、うん、ちなみにちょっとこれここまで見てきましたけど、うん、これみんな何でできてるの、この膝守ったりコテとか。ああ、まあまあ金、鉄板とか革とかでしょうね。が多いの。うん、でも、まあ、多いって大体そうじゃない。なんかほら五月人形とか見ると、なんか豪華な、なんか紐でできてたり。あ、鎧？あ、そうそう、ああ。小さい鉄の板を紐でこう脅しっていうんだけど、こう繋いであるけど。繋いで。今まではないでしょ、多分この灰立ての、まあ、下のとこぐらいが鎧っぽくて、それ以外はまあこういう、うん、なんだっけ、コテも薄い鉄の板が布に貼り付けてあるみたいな感じ、うん、お城とかで見たことあるでしょ、あるけど、いやいや、あのさ、このビラビラのとこ、あ、ビラビラじゃない、灰立てが、灰立て、ああ、なんか紐がいっぱいなんか並んでたような気がするんだけど、あ、それはだから鎧の下のやつだよ、鎧のそのにひっついてるやつ、あ、そのもう一つ下やから、あ、ま、鎧のエプロンみたいな、あの、ま、でしょ、スカートみたいなでしょ、うん、それはまだ、まだその一歩下だから、ああ、そうなんですね、うん、違うんだね、ふーん、これまだつけ終わらないんですね、まだ全然でしょ、うん、まだ本物っていうか本茶に入ってない、まだ下着系なんだね、うん、いやでも一応ね、ここまでで一応コグソクって言って、コグソク、コグソクって言って、うん、一応まあ最低限の一応防具みたいな感じなんで、よくほら時代劇とかで、うん、陣屋でさ、陣屋なんていうの、戦場でこう、あの陣地があるじゃん、うん、でこう作戦会議とかやってる時に、うんうん、これにあの陣羽織を着て、あの鎧をつけるんずに、なんかこうこうだあだとか言ってる姿がここまで、あ、そうなの、うん、じゃあ ほら敵の大将とかがさ、うん、こうそうそう会議やってるじゃん、なんかそう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 、あれ鎧着てないの、まあまあ着てるケースもあるけど、うん、まあちょっとまだ戦争、そう、まだ戦争はちょっと先かなっていう時はだいたいここまででうろうろしてて、でこれにいよいよつけたら戦場って感じ、上着はまだつけてない感じ、つけてないけど、まあ一応ここで最低限のまあ防具みたいな感じ、あ、そうなんですか、うん、
で、これもうちょっとあるんだけど、それやってるとちょっと時間が足りなくなってくるので、ああじゃあちょうどいいとこですよ。今日はここまでにして、うん、で次回はこ続きをいよいよつけていきましょうか。本ちゃんです、ね、はい、はい、ちょっと引っ張ってみます。じゃあちょっとお便りを、うん、紹介します。は、はい、人生の後悔者さんから、人生の後悔者、はい、うん、いただきました、ケリー様、こんにちはということで、ポッドキャスト番組の配信について丁寧に教えていただきありがとうございました、また、まだ新しいパソコンを購入する準備ができておらず、ポッドキャストを配信する状況には至りませんが参考にさせていただきますと、まあ、ちょっとポッドキャストを始めてみようかなと、うん、人生の後悔者さんはおっしゃってて、まあ、こういうふうに僕たちおもれきはやってるよっていうのをちょっと紹介したんですけれども、うん、ね、ちょっとまだ準備している状態だそうですね。はいはいはい、まあ、そのうちおもれきチルドレンも、ああライバルなんじゃないの？まあ、ライバルにもなりますけども、早めに潰しといた方がいいんじゃない？仲良くしましょうよ。そうだね。はい。ねえ、もう大丈夫ですよ。皆月さんは怖くないですからね。さて、最近妄想大河に関する放送がありましたが、今回は熊本地震を受け、2018年から19年の大河ドラマは加藤清正か天草四郎を扱った作品になるとほぼ確信しています。2004年の新潟中越地震の3年後には天地人、うん、あれは直江兼続ですよね、はいはいはい、で2011年の東日本大震災の時の2年後には八重の桜が放送されているからです。はい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 、加藤清正および天草四郎本人の生涯を描いたストーリーが考えられますが、その他私は加藤清正の妻である清浄院、うん、清いに浄化する、うん、ですねの隠語ですね、うん、清浄院について着目しました。清浄院さんは、徳川家康の養女であり、うん、大阪屋敷で清正と結婚後関ヶ原の戦いを機に熊本城へ、うん、清正の死後は幼年の加藤忠広と共に清正の後を継ぐ一方、清正と家康の生前の約束通り家康の子である徳川頼信の、うん、頼信と、娘の八重姫、八重姫を結婚させるなどして徳川家と加藤家とのつながりを持たせた人物です、うん、清正の菩提を弔う心もあり徳川時代において世渡り上手なところもあり大河ドラマの良妻良妻兼務の良き妻ね、良き妻ネタの一つになればと思います、うん、清浄院、加藤清正、徳川家康、うん、八重姫、加藤忠広、徳川頼信が主要人物となりますが、人間関係が複雑なのもあって難しいかもしれません。加藤清正も天草四郎も誰がいいのかは分かりません、うん、ドラマやアニメにおいて俳優でも声優でもなんでこの人がこの役に選ばれたかは、我々には理解できないと思っています、地元の俳優を起用するのがいいんじゃないかと思っています。実際予想通り加藤清正か天草四郎か清浄院が放送されたら楽しみです。今後とも歴史関係のネタがあったらお送りしますといただきました。うん、はい、確かに、まあ、ちょっと大きな災害があった地域を舞台に、ああ八重の桜確かにそうですよね。あれはまあ明らかにそう言ってましたね。うん、ね、まあ確かに九州舞台は、
数年前の、あの黒田官兵衛が、ああまあ最後の方だっけね、うんうん、加藤清正はまだ主人公になってないですね。加藤清正はないね。あ、加藤清正あれ秀吉の何なの、親戚なの、桃園の親戚ですね。うん、加藤清正って殺されるんじゃなかった？いやいやいや、なんで違ったっけ、うん、ちゃんと幕末まで明治まで続く、あ加藤家、いや加藤家は2代目で改易です。あ、うん、だよね、うん、そうだよね、清正じゃないよ、清正の後の代だよ。ああそうなんだ、うん、じゃあこの清浄院さんがいろいろ頑張ったのも虚しく、そうそうそうですね、2代か3代忠広の代だったかな、うん、そうするともう秀忠家光の時代に、うん、早い時期に結構家光の時かな、うん、あそうすると清正と天草四郎はダブらないんだ時代的に。全然全然。あ、うんうん、天草四郎ってあの島原の乱、ね、島原の乱の、そうですね。こっち主人公って難しそうな気がするけど、死んじゃうんでしょ、殺されちゃうんでしょ。そうやね、幕府側に、うん、映画とかあったでしょ昔。あそうなの、ジュリーがやってた、ジュリー沢田研二、沢田研二ね、うん、ジュリー、もう今ジュリーって言ったらジャニーズのおばさんかと思った。あの人ジュリーっていうの、ジェリーだっけ、知らんな。ジャニー北川とメリーとなんか娘、ほらスマップと喧嘩しとった、そうね、あれジュリーじゃなかった、あ、知らんな、俺もうだいぶ昔の半年以上昔の話題ですよね。そうですね、うーん、清正はありえるかもね。清正ね、ちょっと実はネックがあって、はあ、朝鮮出兵で活躍するでしょう。そうですね、うん、で結構ね虎退治の話とか有名な話があるけど、うん、でも結構戦前は、まあ、朝鮮侵略の、はいはいはい、なんていうか、ね、一つのその先駆けっていうか、うん、そのねマスコット的な扱いもあって、うんうん、なかなかちょっと難しいのかなっていう、あ、うん、そうか、そこを重点を置いて描いちゃう、うん、確かにそうだね、黒田官兵衛の時も朝鮮出兵の話出てたけど、向こうの戦場ってなかなかね、描きづらいところがあるよね、うん、いろんな、まあ、配慮もあるんだろうけど、行ったり来たりしてるだけで、そう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 、まあ、苦しいとか大変だとかいう話あるけど、うんうん、あ、なるほどね、そこ結構大きく咲かないと、うん、ね、そしたらちょっと清正らしさが出ないよね。ないよね、あそこで朝鮮で結構ね最初バーって彼は勝ち進んでいくんで、うん、なるほどね、うん、ちなみにちょっと、徳川頼信って、うん、結構下の方の最後の方の子だよね。頼信は紀州藩主かな、紀州藩だっけ、うん、はい、なんかそれで尾張藩かな、水戸か尾張か水戸いいか、水戸じゃなかったと思うけど、頼信紀州藩ですね、紀州、うん、初代紀州ですね、そう初代藩、はいはい、藩主と清正の娘が結婚するんや、うん、そうか、そうか、いやいや、何、八代将軍吉宗とかには頼信さんは出てこなかったなと思って。頼信出なかったっけ、うん、あの吉宗のお父ちゃんは二代藩主の三つ差だ、うん、だからもう、頼信出なかったっけ、それ青い徳川三代には出てた、あそうかね、うん、でももう若い俳優さんで、うんうんうん、そんななんか印象に残ってないんですけど、うん、ちょっと難しいかもしんないけど、じゃあ天草四郎かな、ねえこれもなんかちょっと陰惨な話になるよね最後、あの今島原の乱って言わんのでしょ、島原の乱、そうっていうの、なんとかなんとかの乱じゃなかったっけ、なんか名前が今島原の乱って言わないんだぜみたいな、そうかな、聞いたことある、島原の乱って言わんかな、さあ、なんとかなんとかの一揆って言わない今、ああそんな言い方あるの、あれ違うの、どこを見れば分かるんだろう、いやでも島原の乱って書いてあるよ、あ本当、もういいの、なんか僕最近は島原の乱って言わずに、うん、なんとかの
なんとか島原一揆って、そういう言い方もあるの？って言うと聞いたんだけどな。そうなの？うん、島原天草一揆っていう言い方があるんだって。へえ、うん、まあ乱っていうとね、その為政者に対してっていう話になるんで、反乱になっちゃうから、反乱じゃないだろって話ね。うん、うん、はい、失礼しました。まあ、ちょっとどうだろう、他に熊本出身で歴史的に、熊本ね、なんだろう、加藤清正が熊本に入る前は、戦国時代はあの辺は誰が抑えてたの？戦国時代は大友さん？大友じゃないでしょ、なんだっけ、もともとの領主って誰かな、龍造寺さん？それは上でしょ、佐賀の方でしょ。うん、島津に侵略されて、でなんか助けてくれって言って秀吉が九州平定にやってきて、その後加藤清正と誰だっけ、誰かが半分に分けるんでしょ、熊本。さっさなりまさか。さっさ？さっさってあの、そうそうそう、あのだけじゃない、あのじゃ分かんないけど、ね、さっさなりまさね、その前って誰なのかね、熊本、戦国時代の熊本領主って誰なのかな。阿蘇氏、ああ菊池とか阿蘇とかか、うん、とかそういう人たちが、うん、菊池阿蘇ですね。で、この地方は有力な戦国大名は現れず、うん、まあ、みんなで取り合いをしていたと、うん、大友氏とかがなんか入ってたみたいよ、うん、まあごちゃごちゃしてたエリアなんですね。結構ね、昔から難治、難しい支配なんて、うん、治めるのが難しい場所って言われるよね、肥後って。なんだろう、火山があるから関係ない、火山っていうか、まあ、いろんなこう独立した勢力が多いんでしょうな。あ、うん、そんだけ強い軍友割拠だったんだね。うん、なるほどね。でどうなんだろうね、熊本のなんか有名人って他にいないのかな。細川、まあ、細川家がずっと藩主だから、うん、細川なんだっけ、銀代重方だっけ、結構あの人の藩政改革なんか有名だよね。だ、そういう藩政改革とか一年やりづらそうな、ああそう、あ一年か、うん、うん、まあでもできるでしょ、うちわのごちゃごちゃみたいな話とか、まあ、細川家でなんかやっとやれば、うん、細川氏の歴史みたいな。ああ、で細川森弘で、森弘はまあまあ最後はそれで、うっちゃんなんちゃんのうっちゃんが、ああ、あの人そうだね、熊本出身だって。そう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 、海原はるかさんも熊本だってあのハケのピョンってする人のはいはい、でね、そんなんか、クリームシチュー、ああ、あの人もそうだね、コロッケ、コロッケね、はい、ほうほうほう、ヒロシ、うん、大河にはならんなうん、あ、井上晴美さんも地震の時ちょっとよく、ああ、なんかあった ね、 ね、はいはいはい、うん、ほうほう、スザンヌ、あ、ちょっとドラマにしにくいね、重森あゆみもそうなんだって、まあ、九州ぐらいならいいんじゃない、九州出身者、福岡なんかね結構いろんな人いるし、ね、ちょっと甘男性で、難しいなぁ、そんなんかパッて浮かばないね、山口って、いや、もう山口で熊本ってね、ごめんね、何がなんかその役者、歴史的な有名人ってなんか天草四郎とか加藤清正とかね、あ
まあでもね、地震の影響もちょっと大きかったからね、今回のは。うん、お城もね、とか大分も含めてかな、やっぱ被災地だと。あの熊本城がね、壊れて修復するのにって、そう、ね、うん、やっぱああいうのって昔の建物は地震に強いんでしょ、石垣とかは。作ってあったんじゃないのかな。それがやられちゃったんだからとちょっとショックでしたけどね。うん、まあ他にもまあ基本うまいこと清正もできたらいいかもね。そうね。うん、はい。はい、人生の公開者さんありがとうございました。はい、はい、じゃあね、今日はねここまでにします。いや、いつだけ、え、いつだけ、今日いつだけ、はい、うん、もうちょっと時間になってきたんで、はい、はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマの思い出や感想、うん、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。